完全に民間企業にっていう話にならないし、やっぱり国防だから。しかも我々の国民生活においてプラスになってくるかもしれない。インターネットもそもそもだからね。GPS もそうだし。武器輸出三原則っていうのはもうなくなっちゃったんですか。いやあのねそれはあるんですよ。例えば日本とちゃんと友好関係にあるとか、いくつもそれは実際にある時きにはあるわけだけれども、ただそれ前のあの協調主義的な禁止。 いうここととででではなくしててるってことですよね実際にあの、えー、例えば日本の場合だとねかつての海軍交渉のような、うん、あるいは砲兵交渉のような、はい、国が直接的に開発製造するってことになってない、うん、今さっき言った三菱がやるとか、うん、石川島、はい、IHI がやるとかってなるんでしょうん、うん、そうすると民間企業にそれを委託するって形になると、えー、民間企業としては やっぱりそれはね、採算ラインに乗らない限りはなかなか手を挙げられないって話になる、ね、となると、ええ、じゃあ国の都合で、うん、じゃあある何かのヘリコプターでも戦闘機でもいいけど何十機発注しますっていうのが、はい、じゃあそれに合わせて生産ラインや部品の調達をしますって企業は動き出してからいや待ってそんな。 50機だったのはあじゃあ結局20機しかいらないやっていう話になった時に、はい、これは民間企業を支えきれなないっていことにもなるでしょそう,で、ね、そういう構造の中で実は言うと日本の防衛産業っていうのは維持していかなきゃいけないってなると、うんうん、そうするとじゃあ日本と非常に友好関係にあって戦争するのはほぼ想定しづらいっていう国に対しては、うん、じゃあ日本のそういう防衛産業の技術あるいは出来上がった製品を まさに市場としてね、はい、考えるということがやっぱり必要になってくるわけですよね。うんうん、で、えー、そういう意味のね、はい、ことで言うとあの例えばねこれ、えー、今から4年前だけど、えーえー、これ日本経済新聞の1月30日付に「えー、国に351億円賠償命令ヘリ調達中止で不二銃逆転勝訴」というニュースが載ってるんだけど。えーはい これは要するに防衛省が戦闘ヘリコプターの発注を富士重工にしたわけ、ええところがそれがあの要はその当初発注奇数よりも少ない数で打ち切られちゃったわけ、はい、そうすると富士重としてはそれは困るわけでしょ、ええ、それで結局ね富士重はそのーえー ヘリの代金に上乗せして分割回収するだったら、ライセンス料などの初期費用を回収できなくなった結果。はい、それを、まあ、なんとか国にっていうことで要求したっていう裁判なんだけど。えー、つまりね、こういうことは。今もし話した通り。うん、完全に民間企業にっていう話にならないし、やっぱ国防だからね。そうですね。すねだからここはね、やっぱ戦後の日本も。うん、あの、もちろん実際には。 戦前も例えば中島飛行機とか、はい、三菱がゼロ戦や何かその作ってたりってことになるわけだからでも国の関わりをどういうふうにちゃんとするかっていうことがしっかりしてないと民間企業もおっかなくてその経営を考えたらね本当ですだから,、うん、だからあのちょっと古いけど F2 の時にはね、うん、当時の三菱重工の飯田洋太郎社長は要はこれは。 要するに三菱という企業の成り立ちからしてもこれはもうお国のために本当にやるんだっていうふうに語って取り組んでるわけ、うんえー、だからねあのお国のためにっていう感覚が民間企業にあって国も可能な限りはそうしたことを手当てしていくっていうことがないと、はい、実はこういう防衛技術国防にかかる高度な軍事技術っていうのは開発もできないし維持もできないんですよ。 この予算っていうのはやっぱりいわゆる防衛費のの今 5. 5兆くらいですかその中に含まれてそうそうそうだからその中にはね、えー、人件費は何かもあるでしょ、えー、だから例えばね、えー、加賀とか出雲とかああいう大型の護衛艦が襲撃して、はいうん、わあ我が国もすごいなみたいに思ってちゃいけないんですよ。そうかうん、で常にねしかもこれランニングコストが生じる話だから、はい、だから日本は少なくともその、うん アメリカに頼る部分を少しでも減らしていこうとするならば、うん、今ぐらいの防衛費の必須じゃ全然足りない。うん、そうですね。そうでね、あのちょっと問題点を挙げるとですな。はい、例えば、あのこれはあの降りた国を元空床から伺った話だけれども、<え>そういう大企業ですら、やっぱりただ契約上打ち切られたり、なんかにしたら大変なことに。なる、うん だから中小企業になればもっと大変になるわけですよ。はい、とか、ね、日本の高度な技術っていうのは大御町工場がなってる分野がとても多いでしょう。そうするとね、うんえー、これ折田空将から聞いた話ですけども F2、えー、戦闘機のレドーム。レドームっていうのは レーダーとドームを掛け合わせた造語で、はい、機体の先端のレーダーアンテナを保護するためのこ周り多い<ー>ちょっとこういう円、ね、錐、はい、状になってそうそうそうでねこれはねこれがでもね F2 の製造が終了したらそれを作る工場はおやごめんになって経営のめどが立たないから<ー>結局ね防衛産業から撤退してしまったと。 なるほどで仮に今 F2 が空中でレドームを撃ち抜かれるような事態があったら、まあ、何か実際交戦するとか、はい、いやそうじゃなくても破損したりするとどうするか。うんえー、ああいう戦闘機群っていうのはあの整備してる状況と実際に運用してるというのこうチームで輪番でこう回すような形になるから、はい、その場合には予備を運用中のものに回すか<ー>整備中の機体から外して持ってくるしかない。 つまり今の日本には大企業であれ町工場であれ防衛産業に関わってちゃんと経営が成り立つという環境がないと。なるほどで海外からの調達だけになってしまったらそれこそ我が国の防衛産業は消滅するしその海外から調達できるところからコントロールを受けることになるわけ。 うんうん、だから国産化の領域を広げる必要があるということを国民がやっぱり認識しなきゃいけない了解しなきゃいけない、はい、でそうした軍事技術はまさに民間の民生品としてどんどん転用されていくわけだから、うん、実は民にもつながっていくだからね,かねあの日本の学術の人たちは、うん、要するにその軍事研究を大学がするのはけしからんとか言っててやらないとか言ってる。はい もう誠に馬鹿げた話でね。ないですね一体何が軍事技術として成立するかどうかなんてことは、あらかじめ線引きなんかできないわけだよね。うでそうす、ん、だからね、こういうね、観念的なね、その平和主義っていうのは本当に厄介なものであって、しかも我々の国民生活においてプラスになってくるかもしれない。うん、じゃあ、この町交番の人たちはどうするんだっていうことでしょう。技術が失われるだけじゃなくて。 顔認証だってドローンだって最初軍事技術からインターネットもそもそうだからね,ね GPS もそうだしうんだからそういうことから考えていくとね、はい、そういう観念その平和主義というしかも戦後の日本の平和主義なんていかに疑瞞にまみれたものかってことをは,はっきりしてるんだから、はい、そういう曇った眼鏡でこういうことを見てちゃいけないんですよねね本当です、ねうん、そううさらに言うとね。 あのー、さっきあのシンシンの話をしましたけど、うん、これははっきりねあのまあ次期戦闘機の中に生かされていくっていうことに、まあ、なってきてるのでいいんだけれども、はい、でも今言ったようにそうした技術開発を国と民間企業にやった時にどういう方向性でいくかってことで国がはっきりした方針を立てないと民間企業だけではどうにもならないっていうことをやっぱりねその国民も認識しなきゃいけない。うん まあこの度まあイージス・アショアにしても<ー>6,000億ですか当初800億が6,000億ってメンテナンス費とかいろいろ合わせてでどんどん膨らんでいってでまあやっぱりその対米予算ですか、うん、これものすごく大きすぎるんじゃないかと思うんですがこれが国内の産業軍事産業圧迫してませんか圧迫っていうもね、うん、要ははこれは アメリカとと付き合っていくための必要経費と見るかかどうかなの現状ね <laughs> <う>現状ですよあくまで繰り返し語ってるように私が、うん、日本の独立性を高めていくということと同時に、うん、アメリカとの付き合いもせざるを得ないという <laughs>、はい、このジュレンマの中で、うん、私たちは少しずつ少しずつ日本独自の、うん、その領域を広げていくということを 意識しななきゃいいけじゃあ両方必要ってことです現状はね。両方の予算がいあのただねいろんな交渉していく余地はもちろんあるんですよ。例えばいわゆる思いやり予算とされている在日米軍の駐留経験にどれだけ日本が負担してるかっていうのはね他に米軍が駐留してる国は担当あるヨーロッパでも韓国もそうだけど日本が一番比率高い確かにその分日本はアメリカにいろいろ要求することができるしはい えー、そうしたことを示していくことは大事ですよね。それから、ちょっと論点がずれるけれども、うんうん、この間のトランプが来日した時に、はい、ええー、マリンワンというヘリコプターで移動してたでしょ。あ、そうだったんですか。うん、マリンワン。うん。で、あれはね、わざわざ輸送機に乗せて運んでくるわけ。えー、アメリカ合衆国大統領がどこかに、どっかの国を訪問するっていう時は。 アメリカはシークレットサービスと軍が一体となって大統領専用機から専用車全部持ち込んでくるわけ。で、えーはい、日本も結局ねあれは、えーとあえー、六本木にある赤坂プレスセンターって通称言われている米軍のあの基地にヘリポートがあってあそこで運用されてるわけ。<ー>で、えー、横田基地がまあ,あね首都あの東京都内にある あの基地としてはとても大きな3 5 0 0ル級の滑走路があるっていうことを知られてるけども、はい、確かね東京都内だけでね在日弁護士って7カ所あるのえー、そんなにあるんですかだからねらかまあ首都圏要するに日本の心臓部にそれだけアメリカの施設があるっていうことも、うん、これはえあえてこういう言い方をしまず必要です、はい、しかし<え>現実の日本の国防が 日米同盟を基軸にというふうに組み上げられている以上はいきなりそれを全部ノーとは言えない、はい、で、また言うべきではない。うん、でここでね、まあ、沖縄の基地もそうだけれども日本が日本を守るのは私たち自身なんだとしたがって少しずつアメリカは帰ってもらって構わないという状況を作っていくならば、はい、私たちが私たちで負担していく領域を増やさなきゃいけない。うん、この部分をね 嫌だと、はい、だけどアメリカ出てけなんていうつまりねこういう思考の分裂をしてはいけないんですよ。はい、でそれはさやさんがね、あのー、三橋さんとこの京成催眠新聞で書いていたとりたぶん横田区域の話なんかでもそうなんで、はい、やっぱり現実上今その日本の領海領空領土を守るってことに関して言うと、うんまあ、矛と盾の関係で組み上げられてる中で言えば。はい やっぱり在日米軍というものを抜きには機能しないようになってる、ね、嫌だと言ったって現実そうなってるわけだ、えー、だからその中で、えー、え少なくとも私たちの自主性や独立性を高めていこうとするならば今ルール述べてきたような交渉法でアメリカとしつつ、はい、しかもそれがね日米が利反するっていう風うに中国が受け止めるような形でしちゃダメなわけ でそういうい高度な、ね、その政治的な技術と、はい、それからその国民の意識で、うん、その財政負担に耐えて支出それを支えていくそのお金を出すということに耐えていくということを国民が了解できるかどうか、はい、ただこの場合もね、えー、そもそもの経済論になるけど。 そういうい出は結局日本の GDP 上げるわけだ,そうか,だからそう、ね、よくねよく国民負担が上がる上がるっていう言い方例えば選挙一回したらこんだけお金かかりますっていうでしょ、うん、でもそれで選挙に関わる業者は、うん、ポスター作ったり印刷したりとかっていうのは全部お金はそこに回るわけですよ。<laughs> なるほどだからそ,かその負担っていう言葉の一方のイメージだけにやっぱり惑わされてはいけなくて、うん、そこでお金を使うことが、うん 我々のためになるのかどうかということを見極めていくってことはとっても大事ですよね。ねご視聴いただきまして本当にありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメント待ちております。よろしくお願いいたします。